おはようございます。ガチリンです。ハロライです。本日は淡路島ツーリング第1弾、淡路島オートバイ神社ツーリングですね。久しぶりのツーリングだわ。まあでも正直ですね、このチャンネルでツーリングの回ってなかなか再生されないんですよね。なんでだろう。ツーリングコンテンツってライダーに魅力がないと難しいと思うんですよ。10万人クラスの面白いモトブロガーさんってたくさんいますしね。ガチリンさんの編集が面白くないからじゃない？しまいましたし、そもそも友達もお金もないハロさんが YouTube やりたいって言うから、慣れない編集を頑張ってお手伝いしてるんですからね。企画とか構成とか、まあ、台本とかその辺はハロさんなんですからね。そこは忘れないでくださいよ。はいはい、分かればいいです。それでは交通安全に気をつけて、いってらっしゃいませ。あっねえ、ガチリンさんがどういう人か忘れてた。海沿い走るのは気持ちいいですね。ほんとほんと、天気もいいですし、奥様に本当は有休なのに仕事って言ってツーリング来た甲斐がありましたね。それは内緒の話。到着。淡路島オートバイ神社について、2021年10月14日に開設された兵庫県初のオートバイ神社なんです。神戸淡路鳴門自動車道綱一宮インターチェンジから約8キロ、国道28号線の海沿いにあります。この大きな看板が目印ですね。すべてのライダーが幸せでありますように。社務所の中にはおみくじやお守りが購入できるようになっています。CBX が鎮座した展示スペースには、書道家のポクレイさんがパフォーマンスで書いた疾風の文字。ちなみになぜ CBX が展示されているのか、これは何の説明もないのでよくわかりません。そして実はこの場所は愛が岩戸神龍神社というですね、龍の伝説を持つ神社が存在しています。もともとこの神社があった場所ということですね。こんな感じのお話。岩戸神社は以前小さな神様が住んでおり、一匹の龍が神様を守って一緒に過ごしていました。龍が神様の用事でほからを留守にしている間に、地元の人たちが賑やかな場所がいいだろうと考え、小さな神様を愛が八幡神社へ移動させたそうです。そうとは知らずに、戻ってきた龍はいつか神様が戻ってくるはずと信じて、今も神様のいなくなった祠で待っていると伝えられています。それを知った地元の人たちは、今も愛が八幡神社の神輿祭りの時にはこの祠に立ち寄って神様と龍を合わせてあげているそうです。いや、一緒に祀ってあげるわけにはいかんのか。
おそらく竜が海の向こうから来る厄災から守ってくれてるという、まあ竜は竜で役目があるんでしょうね。そしてこの場所は竜のすごい力を持つ強力なパワースポットということらしいですね。なるほど、登録者1000人いきますように。本日のツーリングは以上です。淡路島ツーリングはあと3回ほど、配信しようかなと思ってますので、よかったら見てください。それでは皆様も交通安全に気をつけていってらっしゃいませ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。